設営終わりました。今日は山伏オートキャンプ場に来てます。はい、今日のサイトはこんな感じです。ちょっと一周ぐるっと一周ぐるっとちょいちょい買ったものがあるので、紹介できたらなと思います。でかい買い物といえば、ブラコのタープ 4m4m ぐらいの、レクタ、ポリコットン製のタープです。めちゃかっこいい。でそれに色をちょっと合わせたくて、今日もターププラスワンタッチテントということで、ワンタッチテントを買いました。クイックキャンプさんのワンタッチテント、この前のワンタッチテントと同じぐらいの大きさで、大人、2人と子供2人余裕で寝れます。中は、外寝の撮影、2枚引いてもうビタぐらいかな。はい、今日はこっちのキッチンスペース、ロースタイルでいろいろ作っていこうと思います。あと買ったものといえば、このモコモコの毛買いました。ずっと子供たちがふわふわで気持ちいいって言ってて、アマゾンで2、3000円ぐらいかな、買いました。あとこれ、ウォータージャグ。今までイグルのマッキッキーのやつ使ってたんですけど、どうもマッキッキーが浮いちゃってたから、黒いものを探してて、いろいろ悩んで末にバンケルの、ウォータージャグ、かなり頑丈です。韓国のメーカーかな、1万3000円ぐらいで超かっこいい。で保冷保温機能もあるので、今日いろいろ試してみたいと思います。あとこれカスタムしたんですよ、初カスタム。シール貼りました。ただただ江南の、折りたたみのバケットにキャンプラビットさん行った時にシールもらったんで、キャンプラビットのシール貼ってカスタムしちゃいました。初カスタムです。でこれ江南のラック、多分800円ぐらいかな、洗い物とか運ぶ時にいつも使ってます。で、あと買ったものといえばこれ、足もクラフトさんの、風防みたいなのを買いたかったんですけど、高くて買えなかったんで、キャンピングムーンさんの、五徳風防、これがあるとこの円盤タイプの焚き火台でも中に炭を置けて高さができるので、炭調理がしやすいなと思って、これ1回使ったんですけど、めちゃめちゃおすすめです。めっちゃおすすめ。5000円、6000円ぐらいかな。焚き火の炎も綺麗に映るし、炭料理もできて最高。焚き火台はキャプテンスタックの黒い円盤のやつです。そんな感じですかね。ムラコのタープがかっこいい。今日はベアボンで友達から親友からもらいました。さあ今日も楽しんでいきますよ。全体映します。どう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 。はい、設営が全部終わって、うちの奥さんがラーメンを作ってくれたので、ラーメンとビールをいただこうかな。今日は高級ビール、僕の仕事の大好きな後輩ちゃんからいただきました。いただきます。ありがとうございます。乾杯。乾杯。スーパーうまカフェ。卵焼きをいただきました。あ、目玉焼きじゃねえや。卵焼き。ちげえや。ゆで卵をいただきました。肌感冒になりましたね。なんで入れちゃったのね。ありがとうね。いただきます。うちです。うちうまい。うん、あーやべ、うまい、やべ、めっちゃうまい、最高。ゆで卵最高です。ありがとうございます。山伏オートキャンプ場管理人さん、ブリン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 。何を焼いてるかなんて
あなたたちには絶対わかりませんよね、この黒包みの。いや、楽しみだね。あの黄色いものはわかるのかね。いや、わからないのかもね。ご会長、こちらもう少し、もう少し。鮭のホイル焼き、なんなのこの可愛さ。可愛いね。かけてかけて。完璧。ビビビビビビビ、暑いから。夜ご飯を4合炊いたんですけど、ちっちゃめのご飯をうちの息子2人が食べて、朝焼きおにぎりしようと思って、今うちの奥さんが仕込んでるんですけど、何個あるの焼きおにぎり盛り。待てい。朝ごはんです。おはようございます。朝コーヒーを飲んで、奥さんが作ってくれました昨日仕込んでいた、17個の焼きおにぎりと、あとウインナーと卵焼きとたくあんと味噌汁、あとキンキンの麦茶を、これから食べたいと思います。